XFM がお送りしているバンディーズ What's Going On。 今回はですね、大阪心斎橋にありますこのシェアサロンミスクラブに来ております。そして、このお話を伺ったのはミスクラブの代表の秋田和美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋田さん、僕ね、あのシェアサロンって初めて聞いたんですが、はい、これはサロン持ちたいけどそのお店持つのは大変だなという人の夢の後押しみたいなことなんですかね。はい、そうです。はい、はい、あの一つのサロンをみんなでシェアしましょうかということですか。はい、さてそんなね、あのシェアサロンのミスクラブが、今回ですね、この美活スペシャルというイベントをやるんですね。説明できますかね。はい、はい、美活スペシャルということですね、はいはい、今回5回目になるんですけども、はい、美と健康と癒しのプロフェッショナルの、はい、あの選手たちが勢ぞろいした楽しいイベントになっております。これね、ファッションショーがあるんですけども、ファッションモデルが歩くんじゃないんですよ。普通の女性。はい、そうですね。これ年齢幅もすごい。はい、はい、16歳から61歳までの、はい、あの女性、一般 の、 あの応募で集まってくださった女性たちです。今ね、世代のボーダレスかなって言われてますけど、はい、まさに世代がボーダレスをしたメンバーたちが女性という一つの括りであるっていうこと。これね、はい、普通の人でしょ、腹筋普段。はい、で今3回やったんですよね、はい、過去。そうです。やってどうでした、その人らがこう歩いてみて、こうファッションモデル、僕はやったことない、分かんないけど、はいはいはい、皆さん本当にお化粧をされてですね、はい、ヘアをお花つけたりですね、はい、されてだんだんと美しくなってこられるんですね、はい、私はイベントまでの準備期間にどういうその彼女たちの悩みとかですね、はい、どうしたらいいのっていうことをお聞きするんですけども、はい、本番当日に本当にもう見事にですね、もう堂々とされてラーメンを歩かれる姿に私は感動、こちらの方が感動いただきます。ああ、はい、いいことやってますよね。はい、まあ今からこの4月の29日っていうのはね、はい、メンバーに入りたいとちょっと難しいと思いますけど、次またチャンスあるんですか。そうですね、はい、今年の10月ですね、うん、に10月の、年に2回イベントの方は企画してるんですけども、はい、次は10月に予定しております、はい、今回はプレゼントもありますね。はい、はい、先着100名様にチャガチャのサンプルを大事に提供させていただきます。チャガチャ、はい、ガチャなんですか、チャガチャは。はい、チャガチャ、はい、はい、とてもまあ体にいいお茶です。チャガチャ、はい、はい、僕もまたじゃあ一つ来ていただけたらと思っております、はい、さてこの美活スペシャルなんですけどもね、4月の29日、朝10時から、17時まで、場所はですね、ラブセントラムということでね、はい、でラジオの場合に出ない言うてませんが、はい、500円ですって。はい、500円。そうです。ね、はい、安いですね。良心的でしょ。ねえ、なんでお茶もまあ100人超えたらもらえないということなんですね。はい。はい、ということでたくさんの方にこのイベント来てもらいたいですね。はい。はい、ぜひお越しくださいませ。それからこのサロンもどんどんちょっと成果させたいですね。はい。はい。はい、ということで今回はですね、シェアサロン、ミスクラブのですね秋田さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。